花組の隊長になってもらいたいの。重大任務ですよ。ですか。了解しました。弱敗の身ではありますが、フード取れ、フード。いいお返事ね。期待しているわよ。ありがとう、神山君。これから頼りにさせてもらうわね。この時、こちらこそよろしくお願いいたします。かつての大神隊長に、いや大神司令に姿を、新しい花組の初任務は重ねてるのかな。世界歌劇団大戦に勝つことよ。花組の隊長としてその職務のことを知ってもらわないとね。はっ。フードを取れ。失礼だろ。花組のこれからはあなたにかかっているわ。よろしくね、神山くん。期待していますわよ。はっ。パーカーのフードを脱げ。まあ盗み聞きは なんだ桜大戦定番ですよね。さくらちゃん、もしかして盗み聞きしてたのか。してません。悪そうな顔するよな、神山さん。本当に聞こえなかったんだもん。暑すぎですよ、ここの扉。なんだって。さくらのなんでもないです。こうくねくねするのが大変可愛らしい。何の話だったんですか。ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。約束を守ったんですよ。やったー。私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。幼馴染っていう。そうだ、設定これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。今までの桜シリーズはありそうでなかった。苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。うん、ちゃんとしないとって言われてるもん。そういうものかな。はい、神山隊長。一番ちゃんとしないといけないやつがだいぶ分かったよ。脱げ脱げ。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖人さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。それはだって私の夢だったから。憧れなんです、私にとって帝国歌劇団は。憧れ、夢か。でもこれで満足しちゃいけないぞ。帝国歌劇団に入ったらおしまいじゃないんだ。これからも頑張らないとな。はい、もちろんです。そのためにもよろしくご指導お願いしますね、神山隊長。舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。桜がいる扉の先が大帝国劇場の舞台か。よし、行ってみよう。さあ、ここまでの流れがきっとね、こう新シリーズの一番の名シーンになってくるのかなとちょっと思ってますね。売店、ここにね、高村椿がいつもブロマイドを売ってくれてましたね。さあて、ほな今日も一日頑張るか。まずは商品の確認や。ちょっと見えそうかを。すんまへんな、お客さん。あ、2回話しかけるとこっち向いてくれるんだ。すぐ店開けるからもうちょっと待っていてな。関西弁言いにくいな。顔見れるんですね。新選組。あ、新選組のポスターここにあるんだ。あー、あの DLC で初子がね、新選組の格好をしてますが、そっか、ここにあったってことは過去公演であったってことだね。そうだね、こっちにもアラジンとアリスがあるからね、不思議の国のアリスが。だからあの DLC のその演目っていうのはこの神山が来てからのストーリーの中にはないので、どっかで描かれるのかなーっていうことがこのねポスターでちょっと期待できますね。アニメ版でね、どこが描かれるのか、その
新桜大戦の作中と同じところが描かれるのか、それともあるいはこう それよりも前とか後とかの話が描かれるのかっていうのは結構注目されるところですよね。激蔵くんのパーカー着てる人がね激蔵くんグッズこの青色のぬいぐるみは何なんだ、おめえの背中を見ろほら背中についてるじゃないまったくあとはこのポスターですね、ここもすごく凝ってるところですよね。あの桜大戦熱き血潮に、あの1のリメイクのプレステ2版だとね、あのポスターが公演ごとのがあれ見れるんですよね。事務室で藤井霞に、風組のね藤井霞さんに話しかけると見せてもらえるっていうのはなかなか細かいところでしたよね。行きましょうか、神山隊長舞台を見に行きましょう。よし、じゃあ開けます。ここが そのまんまだよね、あのところの大帝国劇場はね。これが大帝国劇場の舞台か、思ったより広いんだな。手振ってます、近いけどねすげえ近いけど手振ってくれますさすがに古いな、だけど立派な舞台だ。しかし桜がここで演技してるなんてね、なんだかまだ信じられないよ。じゃあ信じさせてあげますよ、私の演技力見てください。演技力どういうつもりなの、10年間も連絡なしにほっつき歩いて散々寂しい思いをさせて今さら戻ってくるなんて、黙ってないでなんか言ってよ。さあここどう返すかですね。待たせてごめん、さくら、許してくれ。神山さん、演技ですよ。うふふ、すっかり引き込まれましたね。そっか、演技か。さあ、初穂の登場シーンかな、この後は。おお、何してんだ、お前ら。おお、さくらじゃねえか。男連れとは隅に置けねえな。かっこいいね。もう変なこと言わないで。すみません隊長。この子が花組隊員の一人、篠ノ目初穂です。初穂、こちらは神山清十郎さん。私たちの新しい隊長さんだよ。超カジュアル。ああ。対してこっちフォーマル。そろそろ来るって話だったっけ。よろしくな隊長さん。よろしく。はい、こちらこそよろしく。礼儀正しいんだな、気に入ったよ。パーカー見て礼儀正しくないと思わん。迎撃のことなら何でもこの初穂ちゃんが解決してやっからよありがとう、頼りにさせてもらうよ。それじゃ次へ行きましょうか。また後でね、初穂。おう。こうやって見るとやっぱ結構忠実に再現されてますよね、マリアの衣装がね。なるほど、花組のことが少しずつ分かってきたよ。花組はコウマと戦うだけじゃなく、舞台で歌劇を演じ人々の幸せを作ることも大切な任務なんだね。
はい、まだまだ私は未熟で演技だって下手ですけど、見た人たちの心が温かくなるようなそんな舞台をいつか演じたいです。後ろにポスターあんのはいいね、さくら。迷うよね、こっちかな。君ならできるよ、その思いがあれば絶対に。ありがとうございます。それで次の公演は決まってるのかい？次の舞台は活劇桃太郎、来週の公演に向けて絶賛練習中です。あれだよね、西遊記も過去のシリーズでね、活劇としてやってましたね。それこそまさにすみれさんがね、神崎現支配人が。さあここでね、どうして桜がうろたえてるのか。お、やっと。かわいい。毎度どうもや。じゃりんじゃりん儲けたるで。よかったよね。この手の振り方かわいいよね。ところで、さくらさん。さっきから一緒におるその人は誰なんや？はい。花組の新しい隊長さんです。神山清次郎です。よろしく。あんたが噂の隊長さんか。あてはカズ組の大場小町、売店の方もよろしくや。売店？風組？そうだね、専門用語だよね。風組っちゅうんは帝国歌劇団の組織の一つや。うん。事務やら経理やら補給やら方法やら、そういうのを一手に引き受け取る。そうですね。あんたら花組がコウマと戦って、あてら風組はそれをサポートする、そういうことじゃな。うん。ちなみに支配人の秘書をしとる林道薫も風組の一人や。今回は二人だけなんですよね、出てくるのが。かつてね、三人娘もいてくれましたけど、風組あっての花組ですね。風組あっての花組ですね。サポートの方よろしくお願いします。お願いします。おう、任せとき。素直な隊長さんは大好きや。ありがとうございます。ちなみに風組は漫画の奏組にも出てきますよね。桜大戦奏組。ここで売店をやってるわけや。うん。大抵はこの店におるから、何かあったら声かけてや。はい。頼まれたらチリ神から海軍の新鋭空中戦艦まで何でも引っ張ってくるで。大きいこと言うね。空中戦艦。まあ。何でも勉強しますで。あとで本当に空中戦艦乗るよ。次はどこを案内しましょうか。あとは自分でいろいろ歩いてみるよ。案内してくれてありがとう。心がけやな、神山さん。自分で歩き回ってこそ覚えるってもんや。じゃあ私は部屋に戻ってますね。私たちの部屋は2階にありますから、何かあったら声をかけてください。それと資料室に行ってみるといいですよ、きっと。うん、絶対彼女がいますから。ああ、わかった、行ってみるよ。ありがとう。ふん、資料室には行ってみるとして、小町さんの売店も気になるな。さてどうするか。はい。まあ、すでに1周目のプレイの時に見てるんですが、私はかなりこの部屋が感動するんですよね、旧作のファンにとっては。ちょっと見てみましょう。さくら、ちょっといいかい。あ、はい、どうぞ入ってください。そうね、この壁紙を見ると、ああ神宮寺さくらと同じ部屋のままなんだなっていうことが分かりますよね。これがさくらの部屋か。なんだか懐かしい感じがするな。さくらの部屋か、なんだか懐かしい感じがするな。昔はよく私の部屋で2人で遊びましたね。ねえ、だからこう神山さんと天宮さくらにとっての懐かしいっていうのと、こうプレイヤーにとっての懐かしいっていう2つのね、意味があるよね。何かご用ですかと。いや、用があったわけじゃない、帝劇を見てもらうついでに寄ってみようと思ってさ。その迷惑じゃなかったか。迷惑だなんてそんなことないです。いつだって来てください、昔みたいに。いやでも
このねシリーズ通して思いますけど、あの結構男の人普通に部屋に入れてくれるからね、乙女がねそこは気になりどころですよね。これね、ちょっとここは一回ちゃんと観察しましょう、ね。過去のシリーズで新宮寺さくらとその仲間たちが演じてたポスターが残ってますよ。あいゆえにワンでやってましたね。左のポスターはワンのエンディングを、思い出させるやつですね。レビューの格好ですよね。ここが資料室か。神山隊長、一緒に行きましょう。きっと中にいますから。さあ誰がどんな格好でいるかな。やっぱりいましたね隊長、あの子がクラリスです。メルヘンだな。